これ10分無理や。お願いします。結構めちゃくちゃ暑い。結構きますね。これローリーしたら大変なことになるよ。今何度かな。120度超えてる。えぐい。ちょっとじゃあ熱波師さんよろしくお願いします。お願いします。失礼します。お願いします。今回ヒーリング料理を担当させていただきます。アタック岡本です。よろしくお願いします。ヒーリング料理させていただきます。お願いします。香りがストラスの香りと書いてあります。お願いします。あ、いいですか。アタック。あらーすー、ブックスとかさせていただきます。おおおおあつあつお願いします。お願いします。やっぱり必要な方。もうちょっと長くこれで、はい、気をつけながら、はい、いけてますね。変わってますね。完璧ですね。うわー、えぐい。うわ、熱っ。うわー、もう大丈夫です。ありがとうございました。すいません。気持ちよかったですね。気持ちいいですね。気持ちよかった。じゃあちょっと決まりますか。音がいい。音がいいし、なんか浮いてる気分やわ。今回パンパンアイスね、おっさん。最高です。あと何分ですか。一番行きたいとこですね。あと1分、はい、ポカリの好きないやん。オロポのポーの好きないやん。これちょっと最初オロナミシ楽しめるやん。
ック。乾杯。はい。うまっ。うまっ。ゴールお願いします。うわ、うわ。お願いします。120になってるね、これ120ですか。やばい、これめちゃくちゃ熱い。おぉ、あ、これ10分無理や。測ってます、ちゃんと。測ってないっす。やばい、もう1分経過でいきましょう、これ。やばいやばい。ちょっと寒気するぐらい暑いの。わかるわかる。足が熱い。じゃあ。じゃあ、すみません、ありがとうございます。おお。うわぁ、意思も改善されたね。うん、すごくいい、うん、前回の反省点が上手に生きとるね、これ。やっぱ絵が長くないとさ、真上が来るよね、やっぱり。お願いします。あー、熱ー。よし、ありがとうございます。おぉ、やばやばい。降りてきてます。ありがとうございます。あー、あと1分か2分行きましょう。はい、お願いします。ちょっとじゃあラスト、あの、僕も一応あの熱波師に心がして、あ、いいんですか、いただいて。はい、すいません、すいません、お願いします。よろしくお願いします。はい、うっ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 、ありがとうございました。おー、あ、え、拝見は大下さん。はい、あ、お願いします。お願いします。うおーうおーうおーお願いします。お願いします。お願いします。うおーうおーうおーありがとうございます。ありがとうございます。レオ、あす、無理や。やばいっすよ。やばいっすよ。あー、やばい、やばいっすよ、これ。あー、やばい、これやばいっすね。やばいっすよ、これ。マジで最高や。すいません。あー、やばい。うわー、最高や。おお、はいはい、おいはい、おいは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 い、あー、はい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 、おお、はいはい、あー、ほんと気持ちいい。はい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 、あー、はいはいはい、
これマジで最高、音が最高、音がたまらって逆見たら最高やん、逆もでも結構やっぱテントサウナってさ労力はかかるやん、かかるな、荷物も増えて、そうやな、でもそれ以上にこの一瞬って気持ちよくない？気持ちいい、ね、普段のサウナよりも気持ちいい、いやマジこの眺めめっちゃ良くない？めっちゃいい、マジほんま海に浮いてる感覚やな、変わった、でもワニとか来ても全然ビビらんわ、いやそれはビビらん、ワニ来ても全然ビビらんくない？ワニ来てもだって俺高いし、ワニ来ても全然いいやわ、川と山と空がええな、ほんまカラスね、あとこういう山ってさ、ガチでイノシシとかおるんかな、おるやろ、クマはおらんか、クマはおらんのちゃう、でもツルギやけんな、あっちの方がツルギってなに、ツルギさん有名なの、四国で一番大きい、あ、そうなの、うん、みんな山ちゃうんや、ザコーツルギの方はおるかもな、クマ、だっておるかもしれんのちゃう、探しに行く、今から、じゃあクマとサウナテント入ってみたとる、クマに熱波師やってもらおうや、500万ハリケーンレアですってさやってもらおうや、ほかこんなぐらいのいいとこないかな、欲しいね、うん、これ冬場できんくない、これ冬場冬場楽しそうやろ、こんなん冬場ここは無理でしょ、何か11月とか行きたいね、いいな、ちょっと寒くなってきた頃、今からほんま配信、秋が一番ハイシーズンってない多分、いやな、うん、冬は死ぬよ、でも一回行こうな、冬も、うん、絶対行く、できれば雪降ってる人だよな、雪降ってたらさ、うん、ワンチャン川がなくてもさ、うん、その辺のキャンプ場でやってもさ雪が積もってればさあー、そういうことね、雪にパパッ、そういう動画あるな、そういう人おったわ、丸見のバッグ、だって丸見って有名よな、家族にさ3000ぐらいしたんってやるのさマジかって思った、まあのバッグ3000に見えてるらしいわ、ケントそれ3000円ぐらいしたの、3000ぐらいしたんじゃんってやるで、頭割るって言うのだったわ、お前の家族は3000円のバッグでもその3000円もしたんやろ、そっちそっち腹立つわ、いくらしたんやっけ、4万4万4千、4万、大急ぎには通じず丸見の案件来んかな、来るか丸見とベルマルコラボで全身丸みの服着て飯食いに行くの当たり前やん